本校では、日本で幅広く使用されているルールにおける、マージャンの得点計算について、数量によって獲得される、得点の計算、及びその計算方法とメカニズムを、数量点に関する周辺ルールも含め解説する。マージャンに関しての文脈では、これら、数量点の計算は単に点数計算と呼ばれる。マージャンというゲームは、通常、 一局一局の数量や振り込みによって勝敗を決するのではなく、半送終了時の最終的な持ち点の高によって勝敗を決する。持ち点の変化は主に数量によって生じるが、数量の際の点数の決定は歴史的な経緯により複雑な計算を必要としている。ベテランならば瞬時に計算することもできるが、 初心者には正しく計算することさえ難しい。この点数計算の複雑さは、マージャンを学ぶ、際の足かせの一つになっている側面がある。コンピュータを利用したマージャン環境ではこれら、点数計算はすべて自動化されているものの、終盤のゲーム運びや戦略を考える上で、点数計算はやはりマスターしておいた方が有利である。 19世紀後半から20世紀初頭のマージャンの歴史の初期においては現在よりも役がずっと少なく、藩のつく役は役配婚一色、真一色がある程度でがあった。当時和風を稼ぐことがメインで藩は一藩といえども取得するのは困難であった。その後、RCR マージャンに至る過程で藩のつく役の数が増えたが、その段階で森辻家やドラなどは まだなく、マンガンが最高点だった。立地家やドラ、飛べン以上の階層などが発達し、負が十負単位に切り上げとなり、さらに役も増え、バゾロもつくなどといった変化を経た、現代の日本マージャンでは、点数の要素としては、半がメインとなった。現代の日本マージャンにおいても、標準的なルールでは負と半で点数を計算するが、 マージャンの歴史の初期の要素を引き継いだ不計算は、煩雑な上に微調整程度のものとなっており、5飯以上で和風は関係なくなる。実際コンピュータマージャンでも、数量子に、各役、ドラ及びそれぞれの価値は必ず表示されるが、不計算の内訳が表示される、マージャンソフトは一部に限られる。そのため近年では口述のように、 不計算を廃止したルールも一部のフリージャンソーやサークルで広まり始めている。世界的に見ても、マージャンの歴史の初期からの要素であるフと半の二重構造による計算法を残しているのは日本マージャンぐらいのもので、中国やその他海外のマージャンのルールでは、中国マージャンでは、点、台湾マージャンでは、大を用いる単純な加算方式となっていたり、 半を用いるルールであっても、中国古典麻雀や、現代の日本麻雀のように負を用いるのではなく、半だけで点数が決まる方式となっていたりする。計算方法は、概ね次の手順による。負の計算半数の計算基本点の算出各自の、負担額の決定負と、半数が決まれば点数は確定する。これをまとめたものが、後継の早見表である。 基本点とは、ふと、半数の掛け算によって算出される数値のことで、例えばこの漫画8000点の基本点は2000点である。つの数量の場合は、基本点2000点を、子2人がそれぞれ支払い、親が基本点の2倍4000点を支払うことで、合計が8000点になる仕組みである。以下、各段階における、計算のメカニズムについて衝述する。ふとは、 手配の構成や数量の状況により計算されるもので役とともに得点計算の二大要素である。具体的には以下の各項目をすべて加算し、その合計を10負単位に切り上げたものである。例えば合計が34負なら切り上げて40負となる。7といつ7といは特例として切り上げなしの25負固定の二半とするのが一般的であり。 つもふ、短期待ち、弱等門前論のふなどはつかない。25分に半は50分一半に等しく、56003206400、親24048009600とふ、計算なしの特典に固定されている。ただし、7統一が役として採用されてゆく、際の歴史的経緯により、25分に半以外の扱いをしているルールもある。 7イ一の特典計算と歴史経緯については、7イ一歴史も参照のこと。い平和系門前ではないが平和の形になっているような場合に、論では量したときは、本来は副底のみの二十符となるはずであるが、例外的に三十符として計算するのが一般的である。もし原則通り二十符で計算する場合、条例のように一半しかない場合は、 ここなら700点となるが、最低点を1000点以上とするために、例外的に30負として扱うものと理解されている。なお、この扱いにより、負の合計が20負となるのは、上記の平和を、もは了した場合のみとなる。このい平和系の30負は、具体的な訳としては、上の例の一気通貫のほか段球三色道順、根全体球根一色。 純全体級及び偶然役の家庭老魚、走行で適用されうる。新一色も数両型としては食い平和型になりうるが、これはもともと万画以上になる半数なので不計算の必要はない。不計算の例特典計算における半数は成立している役の半数を合計したものである。例えば、律自家、平和、三色同順の場合、四半として扱う。 さらに、ドラが含まれる場合は、ドラ1枚につき1半を加算する。半数1半につき、基本的に点数は倍になる。例えば、負が40負で半数が2半の場合、42にイコール160点である。ただし、半数が大きくなると点数が爆発的に大きくなってしまうため、得点の上限が定められている。マンガンについては講述する。 食い下がり一部の役には、門前時と袋時で一半異なる半数が設定されている。具体的には、三色同順、一気通貫ちゃんた、順ちゃん、混一色、新一色は、袋した場合に一半値段が安くなる。これを食い下がりといい、食い下がりのある役を食い下がり役という。バゾロ現在のマージャンのルールでは、役による半数とは別に、 さらに2半が追加される。30不4半の例で言うと、さらに2半追加されて30不6半となり、基本点は3 2 2 2 2にイコール1920点となる。この2半を、バゾロという。本来はこのバゾロも、半数に入れるべきであるが、今日では、一般的に、半数は、バ、ゾロを除いて、表すのが普通になっているため、ここでも、半数は、バ、 ゾロを含めないことにする。歴史的には、開局時のサイコロの目によって異なる、半数が与えられた。点数計算は、基本点が、基準になる。これは平たく言えば、このつも数量が発生した時に、他の子が支払う点数のことである。この基本点をもとに、あらゆるケースの得点を算出する。計算式、例えば40フに半の場合の基本点は、 42イコール640点となる。漫画以上の基本点計算式で算出する、上限を2000とする。2000点を超える場合は、計算式を用いず、半数に応じて定めた値を基本点とする。特に5半以上の場合は、負は一切関係なくなる、ことになる。負が大きい場合は3半で、上限2000を超える。このような場合は3半でも、漫画として計算する。 特に60歩のケースは、願打ち切りにならない限り30歩に対し、実質的に1半分と同等の効果を得ることができる。切り上げ漫願30歩4半、60歩3半の場合、基本点は1920点となり、これは漫願2000点に近い値であるため、切り上げて漫願にする場合がある。口述する支払額で表せば、 この7700点を8000点、親の11600点を12000点にすることに相当する。この取り決めは現在比較的広く浸透しており、フリージャン相当では、この7700点や親の11600点は漫画として扱いますなどとルール説明される。数量の際に、他のプレイヤーが負担する点数は次のように決定される。なお、 100点未満の波数は、支払いの直前で切り上げとなる。例えば40分に半の場合は、以下のようになる。責任払いいくつかの特定の役で上がられ、その役を確定させた、袋があった場合、その袋をされたプレイヤーが点のすべて、または、半分を支払うルール。上がったものが受け取る点数の合計は変化しない。責任払い自体を採用しない場合もあり、 採用する場合でもルールによって、どの役に対して適用するかはまちまちである。上記の定義通りの計算を繰り返すことを避け、入門書やルールブックでは計算結果を一覧表にしているのが一般的である。点数計算のできるプレイヤーはこれを、ほぼ記憶しているため、素早く正確に計算することができる。括弧内は、つも数量の場合の子一人の支払い分である。 括弧内は、すも数量の場合の払い分で、カンマの前後が子、親の支払いに対応する。上記の点数計算早見表には一定の法則がある。例えばまず、という法則である。具体例は、以下の通り。上記の3例に限らず、20歩40歩80歩25五50十100三歩30六歩60歩は一半増しの関係にある。 20歩と40歩の列に登場する数字は共通しており、20歩、40歩を覚えれば80歩の列を覚える必要はない。同様に、25歩、50歩の列に登場する数字は共通しており、25歩、50歩をまとめて覚えてしまえば、100符の列は50歩を倍にすればいいだけなので、覚える必要がない。30歩と60歩の列も同様である。 70符の列に登場する数字は、12から23344568と覚える。子70符1半2300、2半4500で積も数量の場合は60012002300、親70符1半3400、2半6800で積も数量の場合は1200、オールと2300オールである。右のカニ一覧に見るように、 90負の列と110負の列は、50負の列を利用した足し算で求めることができる。上記2例だけでなく、50負の列と40負の列を足し算すれば90負の得点に、50負の列と60負の列を足し算すれば110負の得点になる。このことを知っていれば90符、110の列も覚える、必要はない。なお、 30負の列と40負の列を足して70負の列を求めようとするなど、波数の切り上げをしている列同士で足し算をすると誤差が出る。50負の列は、波数の切り上げをしていないため、50負の列と他の列で足し算をしても誤差が出ない。上記3つのポイントを押さえておけば、暗記すべきは20負、25負、30負、40負、50負、 70負の6列で、それ以外の60負80負90負100負110負は足し算と掛け算で求めることができる。なお70負の列も、理論上は50負と20負の足し算で求められるが、20負の列が不完全であるため、上記の例では、丸暗記として紹介した。品質パターン早見表における品質パターンを数に、まとめる。 いくつかの限られたパターンを覚えることで、親子とも60歩以下の点数はすべて網羅されることがわかる。平和と七統一110歩以上連チャンや流局などによって、積棒が存在する場合、積棒一本につき数領事の得点が300点、加算される。これを積歩という、一本場につき300点とするのが一般的であるが、 一本場千五百点とすることもある。また、積み棒自体を採用しないルールもある。通常のルールは一本場三百点だが、三百点程度の積み棒の重要度は、さほど大きくない。しかし、一本場を千五百点とするルールの場合、上の表の通り積み棒が一本多くなるごとに千五百点、増し、三千点増し。 4500点増しとなるため、積み棒の重要度は、格段に高くなる。これは、例えば、4本場であれば1000点が7000点になるということで、ある。1000点が2200点になるのとでは、比較にならない。得点計算において、複数の解釈が成立する場合、最も点数が高くなるように計算しなければならない。この原則を公典法という、 例えばのテオでは両した場合、1万個部分は、2の統一、345の順四45の両面投資にも取れるし、5の統一、234の順二24の関投資にも取れる。2を弱投にする場合数両役は、タニアを平和プラス1平行となり、30不三半の得点になる。 しかしこの手の場合、1万個以外の2メンツが234を構成しているため、1万個部分も345ではなく234と取り、3色同順に取った方が得点が高くなる。その場合数両役は、タニアをプラス3色プラス1平行の40不四半となる。このように、同じ形で2通りに取れる場合は常に得点の高くなる方で、 点数計算をするのが、公転法である。この他にも、代表的な例として、7と一ともに平行とも解釈できる場合がある。この場合、点数が高くなるように2平行と解釈する。例、公転法は不計算にも適用される。例えば3455の町で5ではありをした場合、2と5の両面町ではなく短期町と解釈した方が不がに不。 高くなる。ただし、平和が成立する場合には、両面待ちと解釈することになる。数の例は、両面にも取れるし頑張りにも取れるケースであるが、不数計算上は頑張りに取った方が点数が高くなる。例、立時活もはの両面待ちで、2万をツもは量したケースである。数量約は、リーチ、ツもプラス中で、計算半。不計算は、 123.34の、両面待ちに取った場合、副定イコール20符、中の暗行イコール8符、つも符、イコール2符、両面待ちイコール0符、イコール30符。ところが234.13の頑張り待ちに取った場合、副定イコール20符、中の暗行イコール8符、つも符、イコール2カ頑張り待ちイコール2符、イコール32符。 切り上げて40歩となる。両面と取るなら30歩3半で1000から2000、かんりと取るなら40歩3半で1300から2600。従って得点がより高くなるか張り待ちの方に取ることとなる。得点計算に誤りがあった場合、得点の支払いを済ませて時局に進んでいれば、現状を有効として訂正しないのが一般的である。以下。 平場の場合のみを扱う。東場のあずや、リーチして、つもかずりょう、ドラ表示パイ裏ドラ表示範囲東場のなんけ、リーチして一発目のつも番で、つもかずりょう、ドラ表示範囲裏ドラ表示範囲東場のあずや、リーチしてなんけから論かずりょう、ドラ表示範囲裏ドラ表示範囲東場のなんけ、以下のように、袋して、あずから論かずりょう、ドラ表示範囲裏ドラ表示範囲、 南んのあずまや、リーチしていない状態で、つも数量、ドラ表示範。裏ドラ表示範、なんばのあずまや、リーチして北家から論数量、ドラ表示範裏ドラ表示範東上の南家、西家から論数量、ドラ表示範裏ドラ表示範以下は13半以上となる形の例で、数え役万を採用する場合は、そのような形が数え役万となり、 薬満として扱われる点数計算もマージャンルールの多様性の例外ではない。特にグループによって異なりやすい数え薬満切り上げ万案、積棒の大きさ、連風統一の不数などは上述した通りである。以下では、その他の採用頻度が相対的に低いと考えられるルールを列挙する。点数授受をさらに引き上げるルールに割れ目がある。割れ目は、 曲の開始時に牌を取り始めた山の位置のプレイヤーは、そのつぼねの点数呪術が倍になるというルールである。倍になるという点で親と似ているが、割れ目ルールでは積み不計算まで進んだ後で、機械的に点数を倍にする。割れ目が親なら、容易に高得点が実現される、リスキーなルールである。例えばサイコロの出目が10だった場合、何家の、 そのつぼねの収入、支出が2倍となる。その状態でなんが、万願の手を割りをすると収入は1万6000点となり、親が万願の手をつも上がりした場合は、通常なら子3人で4000点ずつの支払いとなるところなんは8000点の支払いとなる。富士テレビで不定期に放送されるマージャン番組、ザワレメデポンでこのルールが採用されたことから、近年では、 知名度が高まっている。同化線ルールは、得点呪術2倍の対象を割れ目とするのではなく、数量が発生した時のツもさんの位置とするルールである。割れ目ルールでは得点呪術2倍の対象は、固定されているが、同化線ルールでは局の進行によって、得点呪術2倍の対象が、上や方向に移っていく。現実のマージャンで採用されることは稀だが、 特殊ルールとして、青天井と呼ばれる以下のような点数計算法が採用される場合がある。前景の早見表にあるように、通常の点数計算では、半数に応じてそれぞれ万画、飛べ万、倍万、三倍万、数え約万の点数が固定的に定められる。しかし、青天井ルールでは、そのような通常の万画以上の打ち切りをせず、不二の計算式に不及び、 半数を厳密に当てはめて計算する。すなわち、一半上がるごとに得点は倍になっていく。不計算は煩雑であり、初心者には難しいとされている。そのため、負を用いず、半数だけによって点数を計算する簡便な点数表が採用されることがある。これを船しルールという。 いくつかの麻雀入門書やゲームで紹介されているほか、天野春ハなどの麻雀改革派が経営するフリージャンソーで採用されたのに始まり、近年ではフリージャンソーやサークルデフなシルールを採用することが増えてきている。これにより、メンツ全員が不計算できない場合でも麻雀を楽しむことができる。数両型の負は30負になることが最も多く、また4班の数量が ガンの点数に近いため、船シルールの点数表も30歩をベースにした上で、切り上げガンの発想を推し進めたものになっている。親は、この約1.5倍、4半以下は1半増しで2倍という点数計算の原則が厳密に適用されており、初心者にとってはこれらの理解につなげることができる。付加的なルール一般的な日本のマージャンルール以外のルールでは、 特典計算の方法も大きく異なることが多い。以下の記事の特典計算等の節を参照。政治家になる以前の菅直人がマージャンの点数計算の複雑さに目をつけてマージャンの点数を自動的に計算する機会を発明して特許を取ったが実用化はされなかった。現在は点数計算を自動で行う全自動卓も存在し、 展望を使わず打つこともできる。ありがとうございます。